シャープール一世のレディーフナクシェ、ロスタムはイランのペルセポリスの北にある巨岩の遺跡。岩壁にはアケメネス朝時代の墓標やサーサン朝時代のレリーフなどが刻まれている。付近にはナクシェラジャブもある。ナクシェ、ロスタムとはロスタムの絵という意味であり、これは浮き彫りの絵が英雄ロスタムの伝説を描いたものと信じられていたことによる。 ダレーオス一世の墓の国分岩壁の高いところに十字型を、下四つの墓が掘られている。これらは、アケメネス朝の王の墓で、そのうち一つは、母子名からダレーオス一世のものであることがわかっている。残りは、クセルクセス一世、アルタクセルクセス一世、ダレーオス二世のものと言われている。ダレーオス一世の墓には古代ペルシア語、エラム語。 アッカド語のミコト語による碑文が刻まれており、ベヒストゥン碑文に並ぶ古代ペルシアの主要な碑文である。セレウコス朝時代にはさらにアラム語の国文が追加された。岸壁の近くにはカーバイエザルト首都と呼ばれるアケメネス朝時代の巨大な建築物がある。カーバイエザルト首都の外側の3面を使ってサーサーン、朝のシャープール一世の辞跡が示されており、 アジアとヨーロッパの関係士の理解に貢献している。ローマ側資料で、マッシナの戦いに触れたものはなく、ゴルディアヌスは、ユーフラテス川上流で死んだと伝えられていた。ヨガ王位についた頃、皇帝ゴルディアヌスは、ゲルマン人やゴート人の兵士を、ローマ帝国全土から徴収するとアッシリア、さらにはイランそして我らの方に向かって進軍した。バビロニア国境の未祝において、 激しい戦いが交わされ、ゴルディアヌスは殺され、その軍隊は壊滅した。ローマ人はフィリップスを皇帝に選んだ。フィリップスは我らには起こい、ローマ兵の命の保証として50万ディナールを支払い、さらに貢ぎ物を差し出した。その後、ローマ皇帝は約束を破ってアルメニアに侵攻した。我らは攻撃を開始し、6万の兵からなるローマ軍をバルバリスで破り、 シリアに後輩をもたらした、ナクシェ・ロスタム、ありがとうございます。